い、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はロストランズやっていきたいと思います。暗黒の大君主編ですね。ちょっと飛ばしちゃったオープニング最初に見たしいいよね。そう、今持っているアイテムがこのような状況なんですが、探検、フクロウ、ティディベア、エメラルド、サファイア、エメラルド、サファイア、紙、破れたページ、火薬、ハテナ。ちょっと待ってね。今からなんか何分もさまようかもしれない。悲しきことにさまようかもしれない。飛んできた。もうね、ちょっと現状何していいかわからないんだよね。すごいカエル？はてなの声がしますが、ここもやることないよね。残念ながらここもやることがないでさ、これなんだけど、間違えた、ごめん。メニューのコレクション、貝1個見つかってない、松ぼっくり2個見つかってない、このウロボロスの輪みたいなのは全然見つかってない、動物の顔みたいなやつに関しては全く、動物の骨みたいな、見つからなすぎなのでは。この辺にありそうでないんだよね。まあ行こう。ここもさ、やることが、これは鍵が見つかってないし、この鍵何？ちなみに和道開珎みたいなコインははまらなかった。で、ここは、ここだけだと思うんだけど、この床板のね、この床板の下が、深すぎて届かないので、なんか長くて、柄の長いタモみたいなのが多分必要なんだけど、今のどこ見つかってない。もう悲惨なぐらい、今現状、何していいかわからん。で、他は特にないよね、ここも。屋根とかも何もないし。それにしても動物の骨が見つからない。何もないね。戻る。で、他は、ちょっと待って、手が滑った。他はもうタップできないから上登ります。あ、これ？よく見るとこれ動物の骨じゃなくて、なんか人の頭蓋骨みたいな。怖っ。あと松ぼっくり2だもんな。全然足りてないな。こういうとこにもあったりするのかな。ぱっと見は全然わからないんだよね。なさそう。まずちょっと行けるところからね。もうここ2箇所しか行く場所ない。
ここは多分線路がないとダメなんだと思うんだけど、線路の一部がなくなっている。サファイアは関係ない。線路らしきものはパーツがない、これは関係ない。こういうとこにもあるのかな、その松ぼっくりとか貝とか、あとなんか頭蓋骨。いやでも正直あの背景に紛れられたらもう全然わからないんだよね。でパッと見はわかんないな、やっぱないように見えるけど、骨みたいなやつ。で今この左のなんか光ってるとこはタップできない。これ右の方は、右の方は純金らしいんだけども、特に情報はない。でこれ関係ないか。これさ、あの石像2体のなんか腕と体の動きとか関係ある？でこれはパーツが足りない。で他はタップできそうなとこある？骨とかもなさそうだし、骨、松ぼっくり等はない。リュックサックはもう多分意味ない。これさ、弟のセリフだよね。これなんか翻訳が違うのかな。でこれはこれより先は右も左も特に行けません。戻る。それで特に行くところないので戻ります。そしたらまだこのこれわかんないね。よく見るとあのちっちゃい虫が歩いてたりしてちょっと怖っ。象の首も見つからないし、左上行こう。こことかなんかありそうだけどね。骨とか案外ないのかな。マスボックリとか骨とかないですか。あれ？こんなとこあった？あ、あれだ。ここタップしてなかった。ね。石が足りてないんだね。サファイアが揃ってない。エメラルドは見つけた。どっかに落ちてない？落ちてないですか。まだ足りないね。残念。あ、松ぼっくりだ。これそうでしょ。8までいったよ。動物の骨が全然見つかんないんだけど。動物っていうか骨？
頭蓋骨のような模様のやつ。待ってよ、サファイア2個、エメラルド1かな。落ちてないですか、そこらに。あ、これで進むと思ったのにな、甘かったか。上の方に光ってるものは違う、違う様子。あ、じゃあもうないな。火薬はどこで使います？角が一つない。角らしきものある？これ？違うか。ちょっと似てるかなと思ったけど、やばい、進まない。ここはここでさ、わからないんだよね。ここは意外となんもないかな。骨もないし。松ぼっくりは拾ったんだっけ、ここ。全然覚えてないや。松ぼっくりがどこにあったのか。でもまだ分からないって言ってるから、多分。ヒントがまだ出てないんだろうな。分からないって言ってるしね。わからないんだろう。わからないっていう限りは。他行くとこないのかな。行けそうにないな。右の吊り橋はさっきの石像2体のところ。でも真ん中は行けなくて、左の奥がこれ、サファイアとエメラルドが足りない。足りない。でこの子も角が足りない。うわ、足りないものだらけだ。一体どうしたら。どうしよう、なんか今積んでない？少なくともやることがないよ。なんか見落としてる？火薬は何に使う？火薬ここだって場所が全然ピンときてないんだけど、どうします？絶対火薬ここじゃないしね。その前、火薬なんて単品で使っても意味ない。破れたページは一体どこだっけ。全然記憶にない。なんか破れてるやつあったっけ。でここはもうやることなさそうだし、船？ナンパ船。いやでもこれも樽はクリアしたし、火薬何に使う？あ、これだ！思い出した！これじゃない？え？
なんかいい感じに。ここだ。ぐぬぬ、微調整。これここかな。で、この辺。ここ。あ、これでポーズがわかるってことか。なるへそ。あれ、ちょっと微妙にずれてるのは許されない？微妙なズレは許してくれんかな。ぐぬ。あ、よしよし。どっちも左を向いてて、左手が、ハンマーは左手が上がり気味。このツルハシの人は左手が下がり気味。はい。下半身は手前を向いている。え、他に何のヒントももうないぞ。火薬、火薬の使いどころは？火薬の使いどころ。火薬、どこで使うんだろう。今んとこまだ出てないのかな。あ、こっちじゃない。上から行って右下。これで、これでいいかな。で、こっちの人が、あれ？いや、これでいいよね。これで合ってると思うけど。え、こうすることでなんか変わる？何もか、どこ、どっか変わってる？なんか間違えてる？一回戻ってみるか。うん。ここは関係ない。ここも関係なさそう。あれ、ヒント違う？ここも関係ない。あれ、さっきのポーズ、あれでよかったんじゃないのか？なんか違うのかな？他行けるとこある？いや、どう見てもないよね。戻ろ。あれ？他行くとこある？うん、足りない。知ってる。よく知ってる。
なんか変わってる？なんか違うのかな。でも合ってると思うんだけど。こっちだっけ？あ、よかった。あれ？さっきと同じじゃない？なんか違う？なんか合わせる順番があったのかな？ちょっと今回ここまでにしようか。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。